はい、皆さんこんにちは、亀の子アタシです。はい、今回ですね、ロフトで偶然見つけたちょっと変わったいろいろ機能が詰まった定規を紹介したいなと思います。はい、まあいろいろね、機能が詰まった定規とかありますよね。なんかガーってやるとなんか変形したりとかですね、まああの分度器がついているよみたいなとかあったりもします。でもね、それってね、なんかね、あの分度器の機能だけちょっとどうかなとかね、なんかいろいろまあちょっと使い勝手がどうかなっていうのもあったりするんですけど、今回のやつはですね、まあいろんなね、機能をね、もう綺麗にまとめたなっていうやつになります。まあ形状も結構ユニークだったりもするんで、はい、まあ今回の商品結構個人的にあのお値段以上の価値があるんじゃないかなとも思いますし、あ、これ結構あのいい感じの商品だなって思ったりもします。ただね、登場がまあ結構前になると思うんですよね。で、途中なんかね、仕様変更的なのもちょっと加えられたような感じで、そうですね、この先どうなるのかな。はい、まあ一応今のところ定番だったりもするんですけど、ちょっとこの先あの分かんなかったりしますね。まあ今この動画を収録しているのが2021年の7月の1日です。もしもですね、あのまあ気になる方、まあ今回の動画見ていいなって思われた方は、まあお早めに確保するのがいいんじゃないかなと思います。まあ値段もね、あのそんな高くないんでね、まあ、ぜひあの皆さん、あ、いいなって思ったらね、気軽に買っていただけるといいなと思います。はい、ということでね、今回の動画もぜひ最後まで見ていただいて、いいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、ということでね、今回ね、あの皆さんに紹介するやつがこちらになります。じゃーん、はい、こちらなんですよね。はい、五徳定規になります。はい、もうパッと見ね、これあのまあ定規見ていただくと、なんか形状がなんか変わってますよね。なんかこういう風な感じで、なんか三角形というか、なんかね、あのこんな感じで、なんかスイカっぽいような感じですね。はい、下のところがこういう風にアーチになっててね。はい、まあ、こんな感じのあのやつになっております。はい、もうここのところにもそのね、あのまあいろんな機能というのが書いてありますよね。これペーパーナイフとか、この波線とか定規とか、あとはこの円定規がついてて、この分度器がついてる。はい、1、2、3、4、5個と、はい、まあ、5個機能がついてるんで、まあ、五徳定規みたいな感じになっております。はい、結構ナイフとかでね、なんかいろいろあの機能がついたね、あのビクトリノックスのなんか赤いようなやつでね、なんとくナイフっていうのがあったりするんですけど、なんかそんな感じで五徳、はい、結構こういう風になんか何徳何徳みたいな感じで言ったりするんですけど、まあ五徳定規というやつになっております。まあ、パッケージはね、一応あの自分があの行ったお店ではこんな感じで売られてました。でもですね、これネットとかでね、まあ、調べてみたり、まあ、自分の記憶なんですけど、まあ、これ結構あの出たのがちょっと前なんですよね。で、その時なんですけど、ここのところになんかバイロフトって書いてあって、これの色自体がですね、あのまあ水色みたいになったやつとか、はい、そういうのもあのネットで検索すると出てきます。でもそのバイロフトっていう文字とかもなんか消えたりとかしたら、なんかこんな感じのクリアな透明なやつを、まあ最近あのまあ偶然お店の方で見つけた感じになります。まあいつリニューアルされたかとか、この色が出たかっていうのはちょっと定かではないんですけど、まあこんな感じで、まあ2021年あの7月1日現在、まあお店でも買うことができますし、あとはウェブの方でもまあ買うことができるんですけど、一応あのロフト限定の商品になっております。じゃあちょっと後ろの方、パッケージの方先に見ていきたいなと思います。はい、後ろこんな感じになっております。はい、五徳定規、はい、1個がペーパーナイフですね。まあ、折りたたんだ紙を折り目に沿って切ることができます。はい、まあ、先端でこういう風に切れるようになっております。で、まあ、ここのところですね、波線ですね。はい、まあ、あの波線部分で波々を書くことができますと。で、あとは定規ですね、まあ、長さが測れます。また直線を引くことができると。で、円定規ですね、まあ、円の部分に合わせてまあ円を書くことができます。まあ、円の数は1、2、3、4、5、6個までまあ書くことができるという感じですね。で、あとは分度器です。はい、角度を測ることができますなんですけどね、この分度器、これも普通にあの分度器ですよね。これめっちゃすごいなって個人的に思いました。はい、結構こういうふうなあのいろいろ機能が詰まった定規って結構簡略化されてて、よくある角度ぐらいしか書いてないんですけど、これもかなりガチのあの、まあ、分度器がついてるなと思って、これ個人的にあのすごくあの今回のポイントが一番高いところですね。はい、で、まあ、使用上の注意、はい、まあ、この辺にいろいろ書いてあるんですけど、これに関してはまあ特に変わったことがないかなと思います。まあ、原材料に関してはポリスチレンっていうやつです。でね、これ面白いのがですね、これ販売者、まあ、ロフトって書いてあって、まあ、ロフトファクトリーってなってるんですよね。なんで、これあの、まあ、製造者はちょっと違うんですけど、まあ、ロフトオリジナルのまあ文具っていう感じになるんで、まあ、これちょっと変わってて面白いかなと思いました。で、まあ、製造者なんですけど、これフロンティア株式会社ってあるんですけど、このね、フロンティア株式会社とか、このフロンティアって名乗ってる会社むちゃくちゃこれあるんですよね。
で、Google のところでフロンティアとかって入れるとなんか他の企業とかもバーって出てきたんですけど、ちょっとね、他のそのフロンティアの会社のなんか素行というかがなんか、まあ微妙なのかね、自動補完みたいな感じでバーって候補が出てくるんですけど、ちょっと親というふうなね、キーワードとかいろいろこの2021年7月現在あったような感じになります。まあ一応株式会社もね、これ前に株式会社つくパターンと後ろにつくパターンがあるんですけど、一応後ろにつくパターンです。で、まあフロンティア株式会社、これ実はですね、愛媛県が元になってる、会社なんですけど、はい、文房具をいろいろ作られてたりとか、その他もいろいろ作られてるんですけど、はい、そういうふうな、文房具系のメーカーなんですけど、同じフロンティア株式会社でね、なんか文房具作ってるところ他にもこれあったりするんですよね。なんでここに書いてある URL ですね、ここのところぜひ飛んでいただいて、気になる方は確認していただけるといいなと思います。ただね、ここのところなんですけどね、これ http://になってるんですよね。これね、今現在はまだちょっと過渡期な感じなんですけど、今後ですね、これセキュリティの関係とかいろいろから https にね、今後のサイトっていうのはずっとなっていくかなと思うんで、この表記もね、多分今後変わってくるんじゃないかなって思われます。はい、でここのところですね、これ250にこれ四角でこういう風に囲ってあったりするんですけど、これもですね、税抜きの価格がこれ書いてあるんですよね。これもね、今後税抜きの価格よりも税込みの価格とかなんかいろいろ書こうとか、なんかそんな動きとかもあったりするんで、そうなんですよね。そこのところが今後どうなるか、なんかちょっと個人的に思うところがあるやつになります。で、一応このロフトファクトリーみたいなのが書いてある、こういう風な定規になっております。この辺の話はね、ちょっとさらにしたいことがあったりするんで、まずはですね、この中身の方ね、出してみたいなと思います。はい、実際のね、使用感の話とか、その辺をした後でですね、ちょっと付け加えた話をね、していきたいなと思います。こんな感じで、台のところにこういう風にサイドがこういう風にピッピッてこういう風な感じでね、切り込みが入れてあって、ここのところにこういう風に今セットされてる感じになります。はい、で見た感じはこんな感じなんですよね。はい、ここのところなんですけど、こういう風になんかハサミのようにね、こう斜めにこういう風にカットがこういう前面にこういう風にしてある感じです。なんでここのところでザクザクザクと紙を切ることができるんですけど、実際に紙出してみましょうか。はい、これ紙出してみました。じゃあこれは適当にこういう風に折ってみますね。まずはこのペーパーナイフの機能から試したいなと思います。これ反対側のこっち側がなみなみなんで、こっちじゃなくてこっち側ですね。はい、ここで切ってみたいんですけど、これですね、自分右利きなんですよね。なんでこういう風に持つんですけど、こうした時にですね、これ紙が、これ左利きの人はね、こういう風な感じでやって、こういう風にスーッと切ることができるんでいいかもなんですけど、これ右利きの人はですね、普通にこういう風に持つと、このなみなみのところがね、こっちに来るんで、そうですね、ちょっとこうしないといけないところがあるんで、これちょっとまず気になったところですね。はい、一応こんな感じで切ることができます。はい、センター側の先言ったように、ハサミのように斜めになってる感じなんで、はい、スーッと切ることはできるかなと思います。ただ右利きの人がこういう風に持つと、こうなっちゃう可能性が結構高いんですよね。もしくはこうですね、こういう風な感じでちょっと切らないといけない感じなんで、ちょっとあんまり右利きの人にとってはあれかなって思ったりもします。でも一応こんな感じで切ることができる感じです。で、そうですね、ちょっと逆になんかしちゃったんで、ちょっとこの辺があんまり綺麗には切れなかった感じなんですけどね。はい、じゃあ今からこういう風に丸とかなんかいろいろ他の機能を試してみましょうか。せっかくなんで製図用のシャーペン、先端のこのガイドパイプが細くなったやつで試してみたいなと思います。ですね、この波々から試してみましょうか。はい、こういうふうに定規に沿わして、こういうふうに、はい、こういうふうにやるんですけど、はい、こんな感じで波々線とかが、これいいですよね。なんかノートとか取るときに気軽に波々が取れていいなと思います。結構こういう風にね、波々がついてる定規ってなんか結構可愛らしいやつとかが多かったりするんですけど、これに関してはデザイン的に結構素晴らしいかなと思います。で、このね、分度器ですね。はい、これ数学とかね、結構角度とか測ったりとかね、授業によるかもなんですけど、はい、する時にこれガチのね、この分度器がついてるの、これかなりいいですよね。ちょっと他のね、なんかいろいろ機能がついた定規の分度器どうなってるかっていうのを出したいなと思います。はい、それがこれらになります。はい、こちら。はい、これ靴輪さんのやつとか、これ緑さんの定規のやつなんですけど、ここのところご覧ください。ここのところ全体にこういうふうに
やるとまあ伸びるっていう風な、まあこういう機能、まあこれはこちらからにはまあなかったりするんですけど、まあここでなんか角度を測れるようにも一応なってます。でもねこれ代表的な0、30、60、90とかね、なんかいろいろあったりとか、うん、まあこっちからもまあなんかそんな感じにはなってるんですけど、うん、なんかちょっと分度器としての機能はまあね、だいぶ省略されたやつになってるかなというのが、まあこれが多いと思います。まあその中でですね、まあこんだけあのちゃんとした分度器がついてるよというのは、これはかなりあの評価に値するところなんじゃないかなと思います。まあそうですね、あのまあ高校とか大学とかになってきたら、もうちょっとこの定規とかなんかこんな代表的な角度じゃないやつをね、まあサイン、コサインとかなんか三角関数とかなんかそういうのとかでまあいろいろ表したりでもするんで、あまりこの分度器の出番というのはまあなくなってくるかもしれないんですけど、これ中学校ぐらいまでのね、なんか測ってあの計算問題とかその辺とかではかなりあの役に立つんじゃないかなと個人的に思います。であとはここのところですね、はい、まあ、ここのところにまあ円がこういうふうにまあ書けるようなやつになってます。まあ、これあの定規こういうふうにまあ当ててこういうふうに丸が書ける、うん、まあ、これあのノートとか取るときにあの非常に綺麗に円が描けてまあいいかなと思いますね。まあ、ここのところでなんかもう適当にこういうふうにして、まあ何パーセントの人がみたいな感じで、はい、まあ、こういうふうにあのノートまとめるもこれ面白いかもしれないですし、これいいのがですね、ここのところにあの Φ とこの R の関係、結構 R とかあのこれまあ設計とかする方ですね、はい、まあ、R とこの Φ の関係、あれこれちょっとあの忘れたぞっていう風な方、はい、まあ、これ R、例えばこれ8になってて、まあ、ここのところ16になってるんですけどね、はい、まあ、これどっちがどっちだったっけみたいなことを忘れた時も、はい、あのここのところ見て思い出すことができていい感じですよね。しかもここのところにあのまあセンターを取りやすいようにこういう風にピッピッてこういう風についてるところ、うん、これもあのかなりいいんじゃないかなと個人的に思います。なんでまあこういうふうに中心点だけ決めてあげて、まあ、大体あのここのところでまあそうですね、なんかあのこれ狙撃みたいな感じですね、あのまあここのまあセンターがどうなるかなって思って、まあある程度狙いを定めて、まあこういうふうに引いてあげて、まあこれぐらいですよみたいな感じで、はい、円グラフとか書くときにまあ非常にまあ向いてるんじゃないかなと思ったりもします。はい、であとはこの定規のところですね、まあ、ここのところ12センチです。でこの全体的な長さに関しても、これもあのそこまで長さがすごいあるわけじゃないんですよね。じゃあちょっと比較にまあこれを出したいなと思います。はい、まあ、こちらなんですけど、まあ、緑さんのやつなんですけど、これ長さ比べてみると、これ端っこ揃えると、はい、まあ、ここの分なんかちょっと長いぞって思われてた方いらっしゃるんですけど、ここのところであったりするんですよね。なんであのまあ筆箱とかでもね、割とスマートなやつでもこれあの気軽に入れていただくことができるんじゃないかなと思います。しかも形状的にも面白いですし、分度器もガチなやつがついてるっていう感じで、これかなりあのいろいろ機能がついてるんですけど、まあ、ガチのあのやつになってるかなと思ったりもします。はい、でですね、じゃあちょっとね、今からがあのまあ後半のまあ付け加えの話だったりもするんですけど、はい、まあ、今回のね、あのこちらのやつ、はい、まあ、先ほどこれパッケージで裏で出したんですけど、ロフトがね、これオリジナルでまあ出してるようなやつなんですよね。で、まあ、これロフト限定販売なんですけど、まあ、これロフトであのまあ買おうと思うんですけど、まあ、近くにないよという方はまあネット使われると思います。でオンラインショップであのまあロフトでまあ検索してみると、そこのところがですね、なんかセブンイレブンのまあセブンイレブン、まあ今はあのセブン&アイホールディングスっていうやつになってて、まあいろんな企業がもうなんかいっぱいついているような感じなんですけど、なんかそこのところが出てきたりするんですよね。はい、でまあなんかね、オムニセブンとかなんかそういう風な単語とかがまあいろいろ書かれたりもしてます。このね、オムニってなんだろうっていうところ、はい、まあ気にされた方いらっしゃるかもしれないんですけど、これがですね、あのまあ経済とかなんかそういう風なあのマーケティング用語でオムニチャンネルっていうやつがあるんですよね。はい、まあオムニってどういう風な意味かというと、あらゆるすべてのっていう意味になります。でチャンネル、まあこれもあのなんかチャンネル登録してねとかなんかそういう風なまあいろいろ意味があったりもするんですけど、まあこの時のチャンネルっていうのはまあ経路とかっていう風な感じで捉えるとまあしっくりくるかなと思います。はい、まあ、あらゆる経路、まあ、これがオムニチャンネルというんですけど、まあ、そこのところのオムニからまあ来ている感じなんですよね。はい、まあ、あのセブン&アイホールディングス、まあ、いろんな企業がブワーってもう今集結しているような感じなんですけど、まあ、そこでまあ入り口がいっぱいできるような感じなんですよね。まあ、同じ商品を作ってもいろんな入り口からあのいろんな顧客がバーって入ってきたりとかして、まあ、そこのデータをさらに再活用するみたいな、まあ、そんな感じでまあいろいろまあ商品開発にさらにフィードバックするような感じで
ね、まあ、今までにないようななんかあの可愛らしいやつとかあったらいいなっていうやつとか、まあ、面白いやつとか、まあ、そういうのをうまく反映させようとしているような感じになります。でもあのセブン&アイホールディングスの、まあ、そのセブン&アイ、まあ、その初めの部分 の、 あのセブンなんですけど、そこってあのセブンイレブンなんで、まあ、母体としてはまあコンビニみたいな感じになってるんですよね、まあ、そこ自身がまあ開発とかまあそういうするわけではないんですけど、どうもですねあのまあロフト、はい、まあ、ここもあのセブン&アイホールディングスのまあ一つになってるような感じで、はい、まあ、そこにあの文具をなんか任せるっていう風な感じになってるみたいですよね。で、まあ、そこのやつがまあ2016年あたりかな、まあ、そこからまあ本格化していくんですが、まあ、2015年にまあ立ち上げて2016年あたりからバイロフトっていう風な、まあ、そういう風なテーマでやり始めてるようです。まあ、バイはこのバイですね。でロフト、はい、これですね。はい、こういうのはバイロフトっていう風な感じで、もうちょっとボーンってもうなんかブランドみたいなのを作りまして、まあ、あのセブン&アイホールディングスの中のまあロフトとのまあコラボレーションからまあ生まれた新しい文具雑貨ブランドですみたいな感じでね。で、まあ、可愛らしい、面白い、楽しいとか、まあ、豊かなデザイン性あったらいいなを実現するまあアイデア商品、まあ、使い切れるサイズと量とか、まあ、なんかそういうふうなのをコンセプトにね、なんかいろいろこういうふうに開発してるやつをまあセブンイレブンでまあ限定販売してるとか、なんかロフトとかで限定販売してるような商品のまあ一つみたいな、はい、なんかあのそんな感じになってるみたいですね。まあそうですね、まあちょっとあの抽象的な話になったりした感じなんですけど、まあ感じで言うとですね、まあ人気になりたいとか、なんかよりいい商品を作ろうと思ったら、まあ普通にあのお店でポンって販売するよりも、なんかいろいろとですね、まあ SNS 活用するとか、ウェブを活用するとか、あのまあ他に YouTube 活用するとか、なんかいろいろそういう風な感じですね。まあ単にあの動画をポンって上げる、あのまあ発言するだけじゃなく、まあそこにハッシュタグを入れるとか、まあいろんなところでつぶやくと、まあいろんなあの方に見ていただくことができるとかね、なんかそういうふうなあの考え方ですね。まあ、それがあのオムニチャンネルっていうやつになります。まあ、そこのまあオムニっていうのがまあ実はそういう風になってるみたいな、そんな感じです。はい、まあ、後半ね、ちょっとそういう感じでね、ちょっと抽象的なまあマーケティング用語みたいなのが入った感じなんですけど、まあ、そうですね、こういう風な感じの面白い商品とか出てるんで、まあ、ぜひ気になった方はまあ見ていただけるといいなと思います。あとはこれね、斜めにね、周りがこういう風にまあカットされてるんですけど、この時のね、この斜めの秘密とか、なんでこうなってるのかなみたいなところにちょっとフォーカス当てた動画、まあ、最近、まあ、こういうのを上げたんですよね。はい、あ、こちらじゃないや、間違った、こちらですね。はい、あのこちらの、あの、まあ、あのサムネの動画、まあ、上げたりもしました。まあ、これはあの100均であの身につけた、まあ、定規なんですけど、まあ、パッと見にはこれいい感じのやつなんですけど、ちょっとね、斜めカットがしてなかったやつなんですよね。はい、まあ、そこからなんかいろいろ考えたやつ、もうさっきちょっとキーワードがボンって出ちゃったんですけど、はい、あの、まあ、そのことについていろいろ触れてます。まあ、後ろのところがこういうふうに、まあ、シルエットとかね、いろいろあったりするんですけど、はい、あの、まあ、気になる方はぜひこちらの動画も、まあ、合わせてご覧いただけると、より結構、深い話になるんじゃないかなと思ったりもします。はい、というふうなね、あの感じでね、まあ、今回の動画はこれで終わりにしたいなと思います。この動画が良かったという方はぜひグッドボタンをで、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしてるんで、まあ、見ていただけると嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。バイバーイ。